ウソンそりゃあ無論外国の方が進んでるさ泥棒と探偵は要するに逃げる者と追っかける者だから逃げ足が速ければ追っかける方だって速くなくちゃならんわけだ。 英国のチェスタトンという先生が「犯人は芸術家で探偵は批評家だ」と言ったが「僕をして言わしめればだ」「犯人は先生で探偵は生徒さ」つまり泥棒の方が巧妙になればなるほど我々の方も巧妙にならざるを得ないんだからね。だが泥棒の方が進歩しない限り 我々の方でも大した腕前を見せるわけにはいかないということになるんだ何もこれは自己弁護じゃないんだが事実そうなんだもっとも日本でもボツボツ目新しい犯罪が見えだしたから我々の方でもうっかりしてはいられないんだがね目新しい犯罪って近頃変わった事件でもあったかい雑誌記者の A が手にしたシガーに火をつけながら聞いた あるね、いろいろ例えばついこの間新聞でも書いていた九州大学のプラチナ事件それから発表にはならないがシベリアから日本へ持ち込んだ金塊事件それに最近僕が取り扱った変な事件なんぞみんな日本では珍しい事件だ君の取り扱った事件って一体どんな事件だね一石弁じてもらいたいね 若い医学士の K が紅茶の皿を横へ寄せてテーブルに両肘をつきながら「さあ聞こう」というふうに構えたそうだねもうすっかり解決したんだから話してもいいがただし発表しちゃ困るよ。主人公というのが君と同じ客商売だからね。私立探偵の、M、君は、そう言って紅茶を食って と飲み干した2これからは M 探偵のお話仮の名だが便宜上川村博士とでも言っておこうその川村博士が患者の診察に出かけたまま行方が知れなくなったというのがそもそも事件の発端なんだ 何でも夜の11時頃のことだったそうだ電話がかかってきて青山3丁目の木川家だが急病人ができたのでふだんかかりつけのバツバツ博士に来診を請うたがおりから不在で間に合わないので夜分遅く甚ははだお気の毒だが今迎えの自動車を差し上げるからすぐ来ていただきたいとのことまもなく自動車が来たので博士はすぐそれへ乗ったんだ 電話を聞いたのは夫人だからそこに間違いのあろうはずはないそれに氷川家といえば区内でも名を知られている堂々たる実業家だから自動車で迎えに来たのも決して不思議ではない博士としてはむしろいいお得意ができたと思って喜んで出かけて行ったわけさところがそれが鉄砲玉で行ききりになったんだ 1> 1時が打っても2時が打っても帰ってももっっないのだ。もっとも商売が商売だから危篤な病人にでも出っくわすと朝までつきっきりということもあるので多分そんなことだろうと思っていたがさて夜が明けててて朝にななっっも帰ってこない。それならそれで何とか言ってきそうなものなのにこっちから電話をかけてみようかと思っていると 8時ごろになってやっと電話がかかってきて病人の都合で今しばし帰られないとのことやっぱり思ったとおりだったので夫人もやっと胸をなで下ろしたわけなのだが昼になっても夜に行っても博士はやはり帰ってこないいかに重病人だとはいえ2日も爪切りというのは今までにも例がない まして先方は金持ちの実業家だ他に知り合いの医者もあろうしバツバツ博士も今日は多分見えられたことであろうから暇を見てなりちょっとでも帰ってこられぬ道理はないそう考えると夫人はなんだか心もとなくなってきて夜の9時過ぎとうとう木川家へ電話をかけて聞いたそうだすると意外な事実が分かったのだというのは 博士は氷川家へ行った形跡がないのだ夫人の電話に対する氷川家の返事は極めて簡単で当屋敷にはただいま病人もないし川村さんを呼んだこともありません何かのお間違いではなかろうかとただこれだけだ夫人が驚いたのも無理はないしかし 冷静な頭を持った人だけに僕のところへ来た時にもうろたえた様など少しも見せなかったがそれでもさすがに声は震えていたこうした事件を持ち込まれた場合我々としてはまず前後の事情を事細かに聞き取るのほかに道はないというのは物的証拠は一つもなく事件そのものの大体の輪郭さえもわからないからであることによると あるいは事件と称すべきほどの事柄ではないかもしれないそこで僕は最初電話がかかってきた時のことからすっかり聞き足らしてみたが最初の電話も後の電話も夫人が聞いたというのだから少しも不審な点はない前のは女の声で後のはまさしく博士の声に相違なかったというその声に変わった様子はなかったかと念ををしてみたが 大変に電話が遠くくてやっと聞き取れたくらいなのので、声の調子まではかからなかったとのこと。のこそれから迎えの自動車について聞くと玄関まで送っては出たが暗い晩だったので自分にはよく分からなかったが門まで送っていった書生の話では貸し自動車らしかったとのことそれから博士の年齢が45歳。 色白の細表備前狩りその夜の服装は黒の背広に街灯中折れ棒この事件に関して僕の知り得たところは要するにこれっきりなんだそこで次は一つの事件を提供された場合に必ず呼び起こす推理というやつだ僕はいろいろと考えた結果これは事件と言うべきほどのものではなく 川村博士のちょっとした悪ふざけであるかもしれないがもしそうでなかったならよほど重大な事件と見なくてはならないと判断したつまり好きな女とでも示し合わせて患者を口実に遊んでいるのかでなければ何か恐ろしい犯罪の犠牲になっているのにそういないとにらんだのだともかく夫人を返して その翌朝から早速取り調べにかかったがあっちこっちで聞いてみると川村博士は酒色の方面にかけては無粋以上の道徳堅固な人物で純然たる学級肌の人だという年から考えても家庭円満な点から考えてもどうも女狂いなどしそうな人物とは思われないまして他人から恨みを買うというようなことは決してない するとやはり意外な事件の犠牲になっているかもしれぬ僕はそう考えて急に捜査の方針を一変した三博士の消息は三日目になっても分からなかった手紙も来なければ電話もかかってこない 夫人や家族のものもは気が気でない。僕はタクシーに目星をつけて青山から赤坂界隈はもとより市内の主たる自動車屋を片っ端から調べ上げたがさらに何の手がかりもないそのうちに3日はくれて4日目になったが依然として博士からの頼りはない探偵小説だと こういう場合に位相外の手がかりが天から降ったように飛び出すが実際の捜査となるとそうおあつらえ向きにはできていないのだそこで僕は再び方針を変えて自動車の方は見切りをつけ今度は突拍子もない方面へ向けて調査の手を伸ばしたのだどういう方法かってそれを今言ってしまっては興味が薄い。 ワトソン君の筆法を借りれば何を考えたかシャーロック・ホルムズは一日中家を外に出歩いていたがというところだが僕の方は高い料金を払って焼け残りの東京市内を一日中自動車で駆けずり回ったんだその結果がどうだったと無論大成功さ四日目の夜の八時に 僕は博士の行方を見事に突き止めて世の目も寝ないで心配している夫人のもとへ連れてきたよどこにいたかってそれがまた意外なところで氷川町からは半道も離れた士官学校の裏手にあたる市がや薬王寺の空き家なんだ。ここから例のワトソン式に話をすると4日目の夜の7時過ぎ 僕の乗った自動車は士官学校の前を通って柳町の大通りへ入った23丁も行くと僕はふと右側の自動電話に目を留めてそこから右へ寂しい薬王寺の通りへ自動車を乗り入れたんだ僕は運転手に徐行を命じてドアから両側の家並みを一軒一軒注意していったが大抵小さい借家ばかりで 僕の探しているような大きい屋敷はめったにないとうとう薬王寺町を右へ左へぐるぐると自動車を乗り回したがどうも条件にかなうような家が見つからんので再び初めの自動電話のところへ帰ってきてそこの交番で「この付近で家賃100円から200円くらいの家で最近に引っ越しをして空き家になっている家はないか?」と聞いてみたのだ。 巡査は頭をかしげて考えていたが家賃がいくらかそこまでは知らないが向こうの横丁を入っていくと右側に路地のように奥まった道があってその突き当たりによく空き家になる家がある地震以来もう3度も借り手が変わったようだが今は空き家になっているかどうか相当手広く見える屋敷だがという返事。 だいぶん耳寄りな話なので早速そ,その家へ行ってみると門の閉まったところから火の気のない様子から人の住んでいそうな気配がないそこで二三丁も隔た,たった家主を訪ねて聞いてみると5日前に横田という人に貸したばかりで空き家ではない夫婦と女中一人くらいの無人数な家族だから戸を閉めてどこかへ散歩にでも出かけたんだろうという。 しいしかしあるいはそうでないかもしれぬとにかくこの家だとにらんだ以上するだけの詮索はしてみなくては気が済まない僕は無理やりに家主の親父を引っ張り出して路地の奥へ取って返したその道々借り主や敷金のことなどを聞くと何でも日本橋の薬問屋の若主人夫婦で 今度の地震と火事に家財道具の全部を灰にして命からがら逃げ出したリサイミンだそうで事情が事情ゆえ敷金はまだ入っていないがその代わり家賃は1ヶ月分全農になっていると言って家主は手荷物1つ持たずに逃げ出してきた金持ちの若夫婦にバカに同情した口ぶりである訳もなく開いたくぐり戸を抜けて玄関に立って通ったが中からは何の返事もない 家主はあくまでも散歩だと言い張ったが僕はそれにかまわずぐるりと庭の方へ回って運転手と一緒に雨戸を激しくどんどんと力いっぱいたたいてみたするとだ家の中から何かしらうめくような声が聞こえるのだ僕はいきなり雨戸の隙間に耳を当てた聞こえる確かに人のうめく声だ それもこちらのノックに答えるらしいいかにも苦しそうな声である家主が何か言っているのも構わず僕は運転手を手伝わせて一枚の雨戸を外すと一緒に家の中へ飛び込んだものだ耳を澄ますとうめき声は廊下の向こうから聞こえてくるこんなこともあろうかと用意してきた懐中電灯を取り出して声を頼りに近づくと 足は自然に一番奥まった一室へ突き当たった僕は障子を分けると一緒にパッと懐中電灯を差し付けたとどうだがらん道も同然の六畳の間の真ん中に手足を荒縄で縛られた上に口に猿靴をはめられた洋服姿の男が息も絶え絶えになって横たわっているではないか 僕は一目でというよりもむしろ直感的にそれが川村博士であることを知った荒縄を解きもがきあがいた果てにかみ破いたらしい猿ぐつわを外してやるともうぐったりとなって声を出す元気もない体のどこにも怪我をしている様子はないので多分この4日間水1滴与えられずに監禁されていた結果衰弱しきっているのであろう。 その場でどうするすべもないので運転手と二人でそっと自動車に運び込みあっけに取られている家主に僕の名刺を投げつけて博士邸へと引き上げたのだここまでくればもう事件の筋道は手に取るごとく分かっているしかしおそらく諸君には何が何だか見当もつくまい そこで順序を追うて博士自身の口から聞いた事件の顛末をざっと話すことにしよう自動車に乗ると一緒に左右の扉にホロが下ろされたことさえ不審に思わなかった学者肌の博士は無論右へ行くべき自動車が堀端に沿うて左へ反対の方向に走っているのに気のつくはずはなかったのだ自動車が止まって例の路地を奥へ 空き家も同然の家の中へ案内された時にはさすがに家の様子がちょっと変だとは思ったそうだまだ一度も氷川家の門をくぐったことはないが大実業家の邸宅としては玄関から出迎えの女中の様からあまりに貧弱だとは思ったが真面目な人物だけに患者の方が気にかかってそんなことまで深く考えてみる暇もなく主人とも思えない四十前後の男に案内されて 奥まった病人の部屋へ入って行ってたそうだ病人というのは2 5 6の若い女で大きな氷のを2つも額に乗せている様子からよほどの高熱にうなされていることは診察するまでもなく察知られた案内してきた男は今朝方からの急の発熱で実はバツバツ博士が不在のためさっき近所の医師に診てもらったが。 そののにには判断がつかないといいとうで、でで、先生においでを願ったわけで主人は宣告までここにいられたが夜が更けたので本邸へ帰られて自分が代理で甚ははだ失礼をしますとバカに丁重な言葉で挨拶をするちらと辺りを見るとその部屋には金目らしい23の装飾もあり床にかかった軸物も相当なものらしいので博士は きっと木川家の別邸で事によると病人というのは主人の目かけかもしれないそこで主人公は特に自分を避けて本邸へ帰っていったのだろうと学者さんにしてはできすぎた想像をしたんだそうだでいよいよ診察に取りかかったが40度に近い体温で手を取ってもまぶたを開いて動向を見ても患者にはほとんど知覚がない しかしもともと健康体らしくなるほどちょっと見ただけでは原因が何であるか見当もつかない無論官房ではないそうかといって肺臓部にも下肢部にもこれといって認められる異常は少しもないつまり原因不明の高熱である博士は初めて接したこの珍しい症状に学者らしい研究心を起こして約半時間も診察をしていたが 患者は何ら苦悶の様子を見せるでなくただこんこんと市民状態を続けるだけで一向症状に変化がなくいつまでたっても的確な診断の下しようがないそのうちにお茶を差し上げるというので別室へ移ってお茶を飲みながら病室へ案内をした男に診察の結果をありのままに話していたというところで 博士のの陳述は途切れるのだ。つまり記憶の中断で博士の頭にはそれからの記憶が全くないのだ何時間経ったか幾日経ったかそれすらもわからないふと目を覚ますと両手両足を荒縄で縛られ口には猿靴はをはめられて真っ暗い部屋の中に転がされているのである。 博士は初めて恐ろしい犯罪か何かの犠牲にされたことに気がついたが逃げ出そうにも救いを求めようにも仕方がない博士は夢中になって猿靴輪を噛み始めたそしてやっと声が出るまでに破きはしたが同時に疲労と飢餓に打ち負けて再び無意識状態に陥ったのだだからもし僕が行って庭の雨戸を叩かなかったら 博士はそのまま空き家の中で命を失っていたかもしれないのだではあなたは坂の教王に預かってからのちのことは全然記憶がないんですねご自分でどんなことをなすったかということも博士の話が終わるのを待って念のため僕はこう聞いてみたありません全然記憶はありませんでも何かしたんですか私が 博士は意外な面持ちで反問したそうですね確かにそうだと明言はできませんがお茶のあとで死亡診断書を押したためになったはずですが死亡診断書そんなことはありません断じてありませんご記憶にはないでしょうがしかし確かにあなたのご筆跡だと思われる 11月4日付の死亡診断書があるのですそれにはあなたの実印までちゃんと押されていますえ僕の実印まで印は確かに持っていましたがでもその診断書はどこにあるのです一通は牛込の区役所に一通は○○生命保険会社にありますつまりあなたは 巧みなな保険詐欺のの犠牲になられたのです。僕はそれから「博士が飲んだ茶の中に何か恐ろしい薬品が入っていたのではないか」「そして熱病患者というのも一時高熱を発する何か不思議な薬を用いてそういうふうに見せかけたのではないか」という僕一個の想像を参考のために述べて巧妙な犯人が催眠状態に陥った博士に暗示を与え 2通の死亡証明書を作成せしめ、区役所へ行って死体埋葬賞を得てまんまと保険会社を欺き4万円の保険金を詐取した経路を説明した犯人が博士を選んだのは普通の医師では保険会社の取り調べが厳重なのでそれの予防線であったことは言うまでもない犯人はそれから半月もして大阪で逮捕せられた僕が逮捕したかって いやいや僕の仕事は博士の行方を突き止めただけで十分じゃないかそれから上は警察というものがあるもっとも保険会社から莫大な懸賞金でも提供されてれば人奮発しないでもなかったがねハハハハ要するに話はこれだけさ何僕の捜索の筋道を話せってこれは驚いた あれだけ話せば大概分かりそうなものだが何でもないことさ女狂いでもなく人に恨みを受けるような人間でもない立派な医学博士を誘拐する以上誘拐者の目的がどこにあるかということはちょっと考えれば誰にだって想像がつこうじゃないか僕は最初タクシーを調べれば大概見当はつくと思ったがダメだ 震災後地方の自動車がたくさん入り込んでいるのでとても調べられるものではないのでその方は断念して保険会社と区役所を調べこれだけで大体の見当をつけ次には電話交換局へ飛び込んで2日目の朝博士邸へかかってきた電話を調べるとわけはない自動電話だったのですぐ薬王寺付近と睨んだのだ。 博士夫人がその時の電話を確かに博士だったと言ったのは明らかに間違いだった。博士のことを心配していた夫人の耳にはその声を聞き分ける余裕がなかったのだ。